ですね、LA レコード好きだったら絶対に避けて通れないこのお店、アメーバミュージックというもう老舗中の老舗なんですけども、これから紹介していきたいと思います。僕もほぼ初めて、実は一昨日ぐらい一回行きました。いや、超でかいです。マジでもう体育館何個分くらいな感じなんで、もうね、早速入っていきたい。はい、店内 BGM がちょっともういかつすぎたんで、こっからはアテレコでいろいろ情報を保管していきたい。はい、もう店内がまずでかすぎるんですよ。で、こう棚見ていくと、まあ旧譜から新譜からもう入り乱れてる感じ。新品も結構な数置いてありました。はい、で、個人的にすげえ熱かったのがこのポスターですね。ポスター、ヴィンテージのポスター。あ、過ぎちゃった。もうね、やっぱ本場アメリカってだけあって、ヴィンテージのもうすげえ価値のがたくさんありました。この辺はブルースとかジャズのコーナー、これ壁レコですね、いわゆる。日本で置いてるようなすっげえ高い壁レコっていうね、レア物みたいなのあんまり置いてなかったイメージ。はい、この辺はターンテーブルか。ね、オリジナルロゴのも置いてあったりとかして。こう路地歩いていくともうね、ほんと見切れない量のレコードが置いてありますね。はい、一日中入れるぐらいのボリューム。はい、こちらまたロックの壁レコ。日本語帯のホワイトアルバムとかもね、飾ってありました。日本版結構コレクターアイテムとして取引されてるような印象ですね。はい、このあたり書籍のコーナーですね。ここもかなりのセレクション、音楽から、まあ、アート全般までたくさん置いてありました。はい、このあたり CD ですね。CD も非常にたくさん置いてある。で、アメリカ CD 安いです。中国だと本当にね、1ドルとかから売ってます。このあたり、45回転7インチですね。シングル版がこうバーっとあって、まあ、ビートルズ、ソウルとか、ね、もうズガレージみたいな感じでジャンル分けされている。で、こちら、日本版のね、ボックスもありました。ちょろ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 ね、日本版集めてるコレクターもアメリカにいるみたいで、ね。これはパッド・ブーンスタンダードを歌う。アメーバミュージック実は2階建てです。上に上がるとですね、映画とかのコーナーこうね、パーって見るとこれまた大変広いストアスペースで、DVD、ブルーレイ、もうね、非常に大量に置いてありますね。はい、今レコードサープラスというレコードショップ来てます。早速見てくっす。はい、こちらのお店はね、アメーバミュージックと比べるとどっちかといえば、街にあるレコード屋みたいな感じですね。それでも日本のお店と比べたら相当大きいんですけども、なんかこのちょっと親近感が湧くようなね、そんなに飾らない感じのお店でした。この辺はシングルですね。で、カセットとかビデオテープ、VHS か、も大量にあって。このお店は結構ね、クラシックとかジャズのセレクションも多かったイメージですね。そしてこの、シティポップのね、コンピ版が店内でかかっているという。ミッキーマウスディスコ。それやばそう。買おうよ。これ可愛いよ。普通に俺飾りたい。めっちゃいいじゃん。まさか2枚目 ?2 人とも買おうもん。じゃあ俺そっちがいい。いいよ、やった、いいよ。はい、ということでアメーバレコードでね、買い物してきました。ちょっと紹介していきたい。まず T シャツ買いました。せっかくなんで、あんまり T シャツ持ってきてないから現地調達って意味を込めて、アメーバレコードね、なかなか可愛い感じ。そしてマグカップも買いました。後ろがこのなんか7インチとかで止めるアダプターのやつになってますね。はい、続きまして、これがブルーサムレコードっていうレコード会社のコンピ版、キャプテンピンハードとかがいたとこのレーベルですね。これが4ドル99、500円ぐらい。そして
車の中でずっと聴いてるもの、エレキインストってなぜか日本版未開封だった寺内武とかベンチャーズとかその辺がね聴いてるコンピ版です。そしてネイケッドジャイアンツってこれシアトルの多分ガレージのバンドなんだけど、なんとカリフォルニアにあるアメーバレコードでね見つけるというなんか縁を感じて買いました。結構かっこいいです、ガレージバンド。続いて7インチも3枚ぐらい買いました。まず1個、アウトサイダーズガレージですね。これはプロモ版らしい。そして EP のコンピ版みたいな、よくわからない、完全に謎です。これは続いて地味編のなんかテスト版、アップフロムザスカイズと、ジプシーアイズテスト版がなぜか売ってて、しかもこの曲の組み合わせも似つかない感じだと思うんだけど、まあアルバムがね2枚目と3枚目でこう違う曲なのになぜか一緒くたになってコンピ版になって売ってた、買ってみた、レアいのかな、ちょっとわかんないですよ、これ1500円ぐらい、はい、そんな感じ、いいレコヤでした。はい、それでは、